京都河原町駅は京都府京都市下京区市場通り河原町西入間町にある阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は HK-86 京都本線の終着駅。京都市の中心繁華街である市場河原町に位置する。2019年10月1日に国内外の観光客にとって当駅が京都市の中心部に位置することをより、 わかりやすくするために、河原町駅から解消された。開業当初より、車内放送や各駅の駅自動放送では、京都河原町と呼称しており、解消後も変更はない。と称していた時期があった。駅は、市場通りと河原町通りが交わる市場、河原町交差点の直下に位置することから、市場河原町駅と呼ばれることもある。交差点の南東に面する。 京都住友ビルディング、道北東に面する、コトクロス阪急河原町、道南西に面する高島屋京都店の各ビルに入り口があり、高島屋以外の外壁には、阪急河原町駅と掲出されている。高島屋側の入り口には、案内看板が設置されている。西隣の唐須駅とは、直上を走る市場通りの真下を貫く、地下道で連絡しており、 徒歩10分ほどでたどり着ける。この通りは地下街ではなく、校内には両駅の売店やご案内カウンター、それに地上へと抜ける連絡階段程度しかない。ただし、市場通り沿いに立地する各百貨店へは地下道内に面する出入り口や連絡階段を通って出入りできる。当駅は阪急では最東端の駅である。駅東方、鴨川を挟んだ向かい側にあり、 当駅と連絡している。乗り換えは一度地上に出て、市場大橋を渡る。当駅、祇園市場駅ともに、連絡通路に相手方の駅の発車時刻表を、掲出して、便宜を図っている。地元の住民は、当駅付近一帯を故障するときにはあくまでも、市場通りと河原町通りの交差点名である。市場河原町と呼ぶことが多く、 市バスの市場河原町のバス停が無数にあることから、ここを指す地名として、河原町や河原町駅前と呼ぶことは、ほとんどない。ただし、京都市民でも中心部の住民以外は、河原町と呼ぶことも多い。京都市民の感覚としては、河原町はあくまでも通り名である。その一方で、観光ガイドブックやグルメガイドなどで、河原町エリアなどといった用法で、 この付近一帯を指す名称として、河原町が用いられることが多い。これは、市場カラスマや市場大宮でも、ほぼ同様である。これらの場所では、バス停の名称も、駅とはなっておらず、前期の各交差点名が、バス停の名称となっている。一方、京都駅前や二条駅前は、駅がバス停の名称であり、地元の住民も、京都駅などと呼ぶ。なお、 当駅の駅名に市場が管されていないのは京都市内において京都線が市場通りの直下を走っているためとされる。ただし縦書き漢字表記だった開業当初の駅名表には河原町の右上に小さく市場と書かれていた。2013年下期に阪急京都本線に西山天皇山駅が開業することからこれに合わせたタイミングで他のいくつかの駅ともに 駅名を解消しようという動きもあった。阪急は都市名を冠した京都河原町駅への解消を押すのに対し、地元の商業団体である市場繁栄会商店街、振興組合は地域名称である市場河原町駅を押したため、議論がまとまらず、商店街側の意見を踏まえて、同駅名の解消については当面の間、見送られていた。そして、 2019年10月1日に外国人観光客の利用者が増える中、大阪市の中心部であることを分かりやすくすることを狙いに、阪急、阪神の梅田駅を大阪梅田駅に変更。それと同時に、阪急は京都市の中心部であることを分かりやすくする狙いとして、10月1日から京都河原町駅に変更した。 ホーム中央改札口トイレ2016年時点も2番ホームに残る新聞原稿入島式一面三線のホームを有する地下駅。3号線の大阪方に切り欠き式の2号線が設けられている。改札口は東改札と中央改札の2カ所がある。かつてはそれに加え2号線ホームに直結する西改札もあったが2001年3月18日からは 日中のみ使用され、2007年3月17日のダイヤ改正前日をもって閉鎖された。トイレはホームの東端にあり、多機能タイプも併設されている。各ホームの有効、このうち最も長い1号線は、かつて中央でホームを分離し、2つのホームとして使用していた時代があった。長編成化に伴い、この扱いは廃止されている。 通常は1号線と3号線を使用し、日中は特急が1号線から、準急が3号線から発車している。2号線は平日朝の普通2本と休日の朝の普通1本と日中の快速特急、A、快速特急が使用する。また、朝のラッシュ時に折り返し回送となる列車が入線し、降車用として使われることもある。7両編成列車は、 基本的に3号線に発着し、1号線発着は非常に少ない。なお、2019年1月のダイヤ改正より、平日日中に当駅を発着する列車はすべて8両編成に統一されている。また、平日朝の10両編成の快速急行は1号線に発着し、このうち3便目は当駅で全2両の増結作業を行う。 2001年3月のダイヤ改正までの発射ホームは原則として1号線が特急と朝ラッシュ時の急行、2号線が快速と普通、3号線が急行だった。2号線は2007年のダイヤ改正まではラッシュ時の普通数本、同改正からは普通1本のみが発着していた。その後、2011年のダイヤ改正で快速特急、軽トレインの設定により、 土休日ダイヤに限り市中の2号線発着が復活している。朝夕の折り返しの特急、通勤特急、快速急行は乗客を降ろした後、一旦扉を閉めて、車内整理を行う。2017年頃から街頭列車では、到着前と到着時に、車内整理に関する自動放送が流れるようになった。京都市の中心繁華街である市場河原町界隈や、 東駅の東側の鴨川に架か,かる、市場大橋を渡り、祇園やポント町方面へ向かう、ものも多い。2018年の通年平均の乗降人員は77,379人で、阪急電鉄全線で、第5位。京都市内では、京都市営地下鉄、唐ラ線の市場駅との乗り換え駅である、唐ラ駅に次いで2位である。近年の1日平均乗車、乗降人員は、 下記の通り、市場通りの北側、大池通に、東西線が開業した影響で1990年代後半から2000年代にかけて乗降人員の減少が続いた。乗車人員が、降車人員より約4000人多いが、隣の唐津間駅は逆に降車人員が、乗車人員より約4000人多い。地下1階が、駅に直結していることクロス阪急河原町。 市場河原町を参照、市場河原町バス乗り場を参照、阪急電鉄、京都本線快速特急 A 快速特急、特急、通勤特急、快速急行、快速、準急、普通カラスマ駅京都河原町駅。ありがとうございます。